一本グランプリ。始まりました、やってまいりました、やっと第2弾関東バージョンですね。関東バージョン、ほんまに長かったね、ここまで来るのに。やっとね、こう緊急事態もね、こう解除されて、はい、やっとこうちょっとみんな集まれるようにもなったということで、はいはい、せっかくならこの企画をやろうということで、一本グランプリ、まあ、ルールはもうみんなね、動画見てもらってるから分かってると思います、はい、僕はお題を言います。それに対して、まあこう、まあ、挙手でもいいし、まあまあ右回りでも左回りでも何だっていいんやけど、まあ順番にみんな均等に行くか、まあちょっと今のところどうしようかなって考えてるけど、尺の問題もあるんで、とりあえず順番に行こうか、それとももう挙手で行くか。挙手で、うん、OK、 じゃあ挙手で行こう。はい、はい、なるな、挙手で行くんで、ほんまに考えられへんかった人は一生動画乗らへんか。やばい、モザイクやし、モザイクやし、面白くない人もモザイクかもしれないし。おお、そうそう、はい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 、かしこまりました、かしこまりました。さすがです。はい、はい、どうぞ。了解しました、了解しました。ちょ、遅く手上げる。それほど尺が長くなる。今から一本グランプリをやりたいと思いますんで、で、まあ簡単なルールは、面白かったら一本、うん、ダメやったら、うん、まあ、1本やな。あ、え、違う、ごめん、1名や。ごめん、ごめん、ごめん、1名。うん、で、ダメやったら、まかない。で、いきたいと思いますんで、はい。じゃあ、今からスタートします。はい。え？いまーす！おーい！はい、じゃあ、第1問からいきたいと思います。はい。はい、このメンバーの厳選は、あれやない、出たい人、ははになったやん、関東一番面白いやつ。いやいやいや、一番面白いやつ決めるグランプリみたいなもんやな、関東の。実は一面グランプリじゃなく、一等賞グランプリやな、これな。そうそうそう、あ、そういうことね、関東。前回の一本見て、負けられないという。あ、そうだね、やっぱり。打倒関西。関西。大々系は関東だよ。あ、なるほど。見せつけてやるぜ。よし、いいよ、じゃあ行こうか。はい、じゃあ、第1問。あー、なるほど、これ行こうかな。よし、じゃあこれ行こう。これはまあ一番簡単なやつから行くわ。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ、おぎままが絶対に言わない言葉とは、おぎままが絶対に言わない言葉とは何でしょう。いやー、これはもうほんまにみんなパパパ、はい、お、はよ、じゃあ、ほな、傘野くんじゃない、野よりくん。今、何つった、はい、まあ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 、ただ、まあ、まだ巻かないよね。まあでも、まあそんな感じ。今、いいよ。早くて。うん、はい、はい。じゃあ、ほな、コシ。地獄見せるぞ。ありがとうございます。俺ら、遠いからか、何言ってんか分からへん感じで今ずるずる。おさらいして、おさらいして、あ、地獄見せるんやと思ったら笑けてきて。ごめんな、はい、あ、行きよ、行こう、はい、俺一名。今のね、俺やね、俺絶対言わへんやろ、おぎままは。俺なんかあるかな、おぎままが絶対に言わない言葉とは。どうかな、あと1分。はい、はい、じゃあ服部くん。わびるわびるわびる。はい、まかない。はい、はい、はい、じゃあいきます。おぎままが絶対に言わない言葉とは。はい、いや、もう手に書いてやいい。まかない、はい、蹴ったのか。なんかええ気がしな。はい、まかない。はい、はい、じゃあ福ちゃん、おぎままが絶対に言わない言葉と。おいら、ラーメンが好きやねん。何言う、何言う、どっち。おいら、ラーメン、あ、ラーメン好きやねん。はい、まかない。はい、はい、じゃあ、おしんしくん、いきます。おぎままが絶対に言わない言葉と。はい、1名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 、1
感じで第一問終わりたいと思います。はい、そうやな、沖縄は分からない。沖縄は分からない、それまあ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 あれやな、ちょっとこれはちょっと教育的なんですね。確かに教育やから沖縄、うん、じゃあ次いきます。はい、はい、第二問、はい、でね、女性誌アンアンで女性が男性にしてもらうと嬉しいこと第7位とは。7位ね。はい、じゃあ第コシー氏女性誌まで。コシー氏じゃあコシー氏くん、はい、女性誌アンアンで女性が男性にしてもらうと嬉しいという第7位はとは、とは焼きそばにキクラゲ。長いな、それバカないに入れといてくれ。長いなんでこれぐらいかな。そうだよな。まあまあでもだから、まあ、感じはこんな感じでいいと思うよ。はい、これちょっとね、なんかちょっとひねった面白いことが出てきそうやね、7位やったらね、やっぱりね。これ1位やったらちょっと難しいけど、7位やからさ、やっぱりね、うん、7位ってことだった。はい、はい、じゃあエイジ君言います。女性シャワーで女性が男性にしてもらうと嬉しいという第7位はハリ治療。まあ嬉しいな、マジ嬉しいな。まあ我々だし、ええや、ちょっと見てや見てや、ええや、この絵、この絵意外と写真が撮ってる、撮らないぐらいの。これでもな、ほんまな、絵がちょっとよくわからんからわかない、わかない。針が刺さってるってことだね、これ毛むじゃれじゃなくて、そうです、そういう、あの太さが調整できるんやな、そうやな。さあ、そろそろどうかな、難しいな、ほんまに。はい、はい、じゃあ、コシヒカルいきます。女性誌アンアンで、女性が男性にしてもらうと嬉しいと、嬉しいこと、第7位とは彼女から彼女言われ方やから、まだまあまあ順調にね、やっていきます。はい、じゃあ次じゃん。これな、選ぶのもな、結構大変やな、順番もね、結構そうそうそう、あったかくなってきた時に出すもんと、うん、温める問題がある。そうやな、難しいな。はい、はい、じゃあ第3問いきます。はい、はい、この警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？この警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？いやー、ほんまね、警察官は今ついこの間でね、交通安全週間でね、警察もたくさんいました。いやー、なんやろうな、なんかたまにさ、おいおいおいっていう警察官いるやん。なんかそれをイメージしたらまた面白いんじゃない？なあ、うん、俺大体地方行くと大体止められんねんけどな。はい、はい、じゃあ服部君いきます。じゃあこの警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？服装がタイパン。よし、じゃあ1名ありがとう。想像して、服装がタイパン。警官だって警官が。まあ、でもまあ、そんな警官はまず警官に捕まってるからな、多分な。はい、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 じゃあ、ご新宿に行きます。はい、この警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？聞き取る手帳がアンネの日記。アンネの日記。あ、なるほど。手帳がアンネの日記って書いてある。なるほど。あ、一年。ありがとうございます。すごい。お前なんかじわじわ系やな。うん、最初ちょっと、ん、どうしたの？やっぱ俺はちょっとシュールの方が好き。あ、シュールの方が好き。うん、顔がシュールじゃないから。そうなんですよ。逆ですね。なるほど。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、服部君いきます。はい、この警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？
全部当てるまで帰れま天風一番聞き取られやすいのは何どうなるほどなるほどお1年おいなるほど想像したらおもろいな面白いどうやねんみたいないや違う違うみたいな第1位はみたいなめんどくさそれ何のために捕まってんほんまやなわかるわ。はい。お、じゃあご主人君。はい。お、いくね。じゃあいきます。この警察官、特徴的な聞き取りをしている。どんな聞き取り？聞き取るときにペンを使うんですけど、そのビリビリペンで感じている。ビリビリペン。そのペンがビリビリペンで。ビリビリペンで。しかも軽いね。しかも軽い。しかも軽い。こういうやつ。ちょっと名前をじゃなくて、マネージャーの想像力が足りなくてない。ちゃうねん、あれ、いや、これ言うていいか分からへんけど、ちゃうねん、あんねん、ビリビリ。ビリビリ。ちょっと後で、後で、もし実際聞き取りしてもらって。はい、終了。バイバイ。次行きまーす。これもうチャチャっていくよ。はい、はい、じゃあ第4問。でね、注射打つ会場で一列だけ大行列、その理由とは。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃあ注射打つ会場で一列だけ大行列、その理由とは。はい、ラーメン一杯無料券がもらえる。おー、きれい。うまいね。あ、実は来月の11月の6、7でダライライテの周年記念がありまーす。イエーイ。まあ、周年祭毎年やってるんですけど、はい、その時ラーメン一杯無料券を、来られたお客様全ての方にプレゼントしたいと思いますんで、ぜひぜひ来てください。お願いします。イエーイ。で、告知できたんで1年やったー。うまいうまい。よし、もうこれ使えへんで。さあ、なんかな。いや、でも時期的にな、なんかこうパッパッと浮かんできたやんな、ほんまにな。はい、じゃあ次の第5問。はい、はい、このおじさん、なんか魅力的、なぜ。こういうのはな、やっぱこうパッパッと、ちょっと今偏ってたんで、とりあえずもうみんなが書ける、出せる問題にしました。はい、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 じゃあ小石君いきます。このおじさん、なんか魅力的、なぜ。待ち受けがローランド。一年ありがとうございます。いいよ、そういうのはまんまいこう。そういう切り出しいいよ、みんなが入りやすい切り出しいいよ。うん、いいよいいよ。こっち、なんかごめんごめん、なんか俺おっさんやんか。はい、はい、じゃあおこしいさん言います。このおじさん、なんか魅力的、なぜ。名前が武田アンサンブル桃井香織二郎。一年ほんま、気やろ、そんな回長かったら。ほんま、全部入っとるわ。ほんま、ローランドでもいいよ。はい、はい、じゃあ、服部くん言います。このおじさん、なんか魅力的、なぜ。靴の先が1万円。それは魅力的やな。1万円魅力的やな。あ、まあでも、まあちょっと高級なわかんない、付属か。ありがとうございます。話題というか、お題を書いていこうか。お題を書いて、じゃあこの写真で一言。あ、そういうやつか。難しいな。誰からか、誰からかいこうかな。じゃあ順番で言ったら、じゃあこれはみんな回すから、じゃあ服部からいこうか。こういこうか。なうん、おちあ、いや先に行きたい。いや、どっちにしてよ。いや、でも最後の方が、最後の方が結構難しい。そうそう、うん、最初の方がいいかもしれない。最初行こうか。なので、こう行こうか。はい、なんかおっしゃる。はい、うん、じゃあ、ほんな。そう。わかんない話。わかんない話。もう。写真に一言が得意って言って、なんか生まれたときに。そうです、そうです。写真から生まれました。写真から生まれました。じゃあ、行きます。写真に一言。明日天気になれ。どういう曇りだった曇りだった写真で一言。
の終了。むずいわ。いやいやいや、写真撮ったら、瞬発力と僕らのバランスがね難しいですからね。やっぱパッて言ったらおもろいと思って、うん、だから何でもいいね、何かしゃべる、何か言うね。じゃあ次、まあ、あのじゃあ女1本グループ、第、3問はい、この人の伝説とは。じゃあね、これこずっと俺ここじゃなくてこっちばっかりで、これなんて読むね、なんて読むねってここに汗かいたんだ。いやーこれはい、はい、来た、はい、ハイトル君いきます。はい、早いね。伝説のカラオケ師、歌馬蔵、この人の伝説とは。50メートル走5秒9。めちゃくちゃ伝説でも。5秒切って2分に早いぐらい、うん、そうまいのに焦る。そういうことね。うん、まかない。はい、はい、じゃあ、ご主人君いきます。伝説のカラオケ師、うん、歌うまそう、この人の伝説とは。膝がうまいくなった。膝がうまいくなった。伝説、膝うまい。そりゃ歌うまいわ。映画おもろいし、1名ありがとうございます。いいね、やっぱこういうことと映画噛み合ったら1年やね、やっぱりね。あじゃあいきます。じゃじゃん。絶対に復縁したい彼女に渡す最高のプレゼントとは。はいはい、じゃあ服部君、絶対に復縁したい彼女に渡す最高のプレゼントとは。左肩のほくろ。キモいわ、キモいわ、嫌やわ、左肩のほくろなんか渡されて。はいはい、お、なるくん来ました。絶対に復縁したい彼女に渡す最高のプレゼントとは。へそのこれどうしたんだ、本当にどうした。マジで最高という意味分かってないぐらいみんなどうした、最低だよ、ほんまに。いやー、まだ他ないか。はい、おい、きた。はい、じゃあ、こしゅうしくんいきます。絶対に復縁したい彼女に渡す最高のプレゼントとは。七尾。七尾、七尾、へその方からも長尾。はい、はい、じゃあ、はっとりくん、はい、絶対に復縁したい彼女に渡す最高のプレゼントとは。首輪。それはもう一応首輪な。そうやな、それいいな、絶対にね、もう話せない。はい、終了。次行きます。そこかけてすごいな。結局は、あの面白いばっかりをみんな狙いすぎて絶対面白くない。だからちょっと、お、なるほど、うん、という驚きもありじゃないかな。あ、笑いのセンスって2つあると思うね。驚くことと、ほんまに笑かすことと。あ、なんかそういうな。あ、なんか急に眠たくなってるんですか、みんな。じゃあね、頭回して、うちのメンバー頭使うのみんなこうやって。慣れてないんです。これはい、もうそろそろ最後ぐらいですよ。どうですか。はい、お、田中くん来ました。はい、はい、ジャバレット高井の通信販、あ、通販番組で最後に高井社長が言う決め台詞とは。ちなみに全て故障品です。あ、中古の方が面白かったかな。うん、まあ、やっぱりそっちやな。まだ店長無理やわ。これそんな困ってた。サプライ優勝したらサプライズのことまだ、まあ、そうなんや。はい、じゃあ終了。これは終了です。じゃあ
やっぱみんな自分のやっぱこうなんていうかな得意分野じゃないと無理やろうな。よしじゃあおな行こう。はい。はい次行きます。じゃあ、ここの来来店は何か他の来来店の店舗とは違う。その特徴とは。これいいね。これあれで、ね、オリジナル問題。オリジナル問題。そうですね。これどこまで行ってんだ。いや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 全然いいんじゃない。俺が笑える範囲やったら全然いいと思うで。それでいいと思うで。いやーおもろいな。いやそんなにここだけを見ても面白いし中のことも面白いし、これ多分でただ大事なのはこれヒントは。絶対的に見てる人はうちの人間じゃない人もいっぱいいるってこと。だから、うん、うちの人間のそのなんかだけじゃなんか面白い。だからみんなが万人的に面白いっていうのがあればいいんじゃないかなと思うんだけどね。これあのみんなに聞こえてへん状態で言うてるみたいなもんの、あのまっちゃんの役割。はい。あ、来た。はい、行きます。じゃじゃん。ここの来来店、あ、じゃあ、コシーさん行くよ。はい。ここの来来店は何か他の来来店の店舗とは違う。その特徴とは。ちょっと待って、これ見え。ちょっと待って、見え。そう、そういうこと。微妙に。来来店の来が、まあ、あ、なるほど。あまあめっちゃベタすぎるけど、まあそういうことや。でもそういうことでいいねん、まあ、そんなんでいいねん。例えば字が一つ違うでいいねん、全然、うん、こんなんはい、おい来た、はい、服部君、はい、じゃあいきます。ここの来来店は何か他の来来店の店舗とは違う。それは特徴と、普通は固め背脂で硬さはこれでつくんですけど、あえてアルデンテ。何パスタか。いや、それこだわりみたいに書いたやったら面白かったじゃん。そうそうそう。ガチで怒られてる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 。それは面白いけど。まあまあ、まかない。いや、またあるね。そうそうそう。じゃあ、この話題は引っ張らん方がいいか。あ、いきます。習いられてはあんま知らないか。はい。はい。じゃあ福住くん、ここの習いられてはなんか他の習いられての店舗とは違う。その特徴とは。挨拶がごきげんよう。ああなるほどな。あでもそうそれそうじゃないや。うん全然。挨拶何やった習いられての挨拶。おろっつ。おろっつ。はい。おろっつ。それだけ。でそれをごきげんようで言ったら、ごきげんよう。1名あらーはい、じゃあここの来来店は何が他の来来店の店舗とは違う。その特徴とは。いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませ、まあ、ちょっと待って、どうぞご覧くださいませ。あのイオンとかで聞くやつ。あーあーそうや、ウヤとかの人だよな。はいはい、じゃあまあまあ、まかない。じゃあ服部君いきます。ここの来来店は何か他の来来店の店舗とは違う。その特徴とは。ラーメン上がる瞬間にティルリンティルリンティルリン。なるほど、これ負けだ、これこそ負けだ。はい、1名いいね。それでもいいな、つけようか。ティリリンだらけです。1分ごとにティリリン、ティリリン、どれか分かんない。はい、ノリ君来た、いきますよ。ここの来入店は何か他の来入店と店舗とは違う。それと特徴とは。こだわりをお客さんが普通選ぶんですけど、店員が勝手に決めてくれる。あなるほど。店員が勝手に決めてくれるって言い方は優しいけど、勝手に決めてめっちゃ嫌な店員。固めていいよ、固めていいよ。あなたは嫌だね。はい、よし、次行きます。じゃあ次でラストで、はいよ。今の優勝争い、服部さんと越井さん。コシーさん10ポイント、服部さん6ポイント。あれあらやばいよ、サービス問題じゃないですか。ポイント倍問題だ。ポイント3ポイントですよね、最後。最後ポイント3ポイント。
よし、じゃあ行きます。これ行こうか。はい、じゃあ行きます。でん、大切な面接の日、寝坊をしてしまった面接官が君採用という寝坊の理由は？これは面白いんちゃう？これが最後の問題、いいんじゃないですか。君たちも思い出してください、面接を受けた時のこと。これ後ろ向きで言うてる俺すごくない？はい、どうぞ。よく、あ、来ました、コッシーいます。大切な面接の日、寝坊してしまった面接官が君採用という寝坊の理由は？ここまで伸ばしちゃったんで、ちょっと遅れちゃいました。君、採用！ちょっといつもより一個長く。1名ちょっと悟空をイメージした。1名、ね、結構絵心あるやん。うん、1名。おお、ちょっと待って、1名やで。はい、はい、じゃあ、大切な面接の日、寝坊してしまった。面接官が、君採用という寝坊の理由は？昨日来ていたので間違えました。昨日言い方だけで違う、俺絶対採用してる。なんだ、昨日来てた。昨日来てた、話盛り上がる。で、来てるわけねえしな。やっぱりここにはこれで終われるんで、次の問題行きましょう。よっしゃ、終われな。行こう。いや、はい、次行きます。私立、はい、ナルシスト学園の総長の特徴とは？こういうのすよ。こういうのすよ。散々こういうのいっぱいなってる。こういうのしかないんすけど。はい、はい、じゃあ服部君いきます、はい、私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？名前がイケメンメン自分大好き。一名。はい、ご主人。私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？理事長武田安治さんの文言。一名。さあ、一社けの一名。はい、じゃあどういうふうにいくよ。私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？常に全身カドリを持ち歩く。あら、それ一番。もう全身カドリ。あんま、まあや、全身カドリ行こうや、ほんま。まあまあ、これ大変や、全身カドリ。はい、まあ、どんどん行こう、どんどん行くよ。ほら、みんな行くよ。はい、私立ナルシスト学園よ。総長やで、総長。そうそうそう。OK。いける？これ、最後やで、これ。はい。はい、じゃあ、服部くん。私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？襟足これ。襟足これ。あ、ヤンゲ。ヤンゲ。襟足ヤンゲ。はい。はい、コシシ君。私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？サッカーのこれをしてる。あれや、あれうさぎや、うさぎや、うさぎや、うさぎやつ、あれナルシストの特徴、ナルシストめっちゃうまい、確かにそれうまいし、一年うまいで、さっきの服部くんはまかない。これは難しいか、今回はどうや、内容が難しいか、これ。はい、お、来た服部くん。じゃあ行きます。私立ナルシスト学園の総長の特徴とは？必ず語尾にトゥース必ず語尾にトゥースいや、ま、俺トゥースそしてチョリース先生トゥースそしてチョリース2人で1個、2人で1名1.5 いやー、まあもうなんか出てきそうじゃなさそうやな。はい、じゃあ終了です。でも今日は内容めっちゃ出してんで、これ本当ですか。これ編集も大変やで、これ。いや、面白いとこだけ全部これ特番やで、特番。え、大丈夫ですか、絵になりますか。大丈夫、大丈夫です。もうカットしまくるんで。オッケー、はい、はい、じゃあ結果発表。イエーイ。もう多分見てる人も分かってると思うんで、第1位は
はい、こちらのコシンさんです。まあ、ほんまにね、これじゃあ西と東で一等になった人たちで、次は中部、そしてどこ、四国、中四国、中四国、いや中四国じゃねえ、これもう新潟ぐらいから呼ぶか。新潟、長野、あの辺から行くか。6人集めたいですね。あ、ちょっとこう代表戦しようや。そうそう、今度代表戦が第3回、最終戦、うん、この一面グランプリの最終回は、うん、全国から集まった人たちで、うん、大会をできたらいいなと思いますんで、はい、乞うご期待。あ、その前にこの動画を、いいなと思ったらグッドボタンお願いします。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 また面白い動画を上げる、まあ基本は、ちょっと真剣なラーメン屋としての動画も上げていきたいと思いますんで、はい、なんかいろんなバージョンの動画をいっぱい見てほしいと思います。よろしくお願いします。お願いします。